階段アミーゴなんですけど、うん、あのあるまあ男性の方がちっちゃい頃に、はい、団地に住んでてで、まあ、目の前団地、まあ、A と B と,とか C と,とかバーってある団地の真ん中に公園とかあるじゃないですか結構、うん、団地とかってでその団地でその団地の公園で5歳ぐらいの時に一人でその公園で、まあ、砂場とかで遊んでたんですってで、うん、そしたら。 赤ん坊の声が「にゃーにゃー」ってこう聞こえてくるんですよでそれが結構近いんですよねで、まあ、団地ですからくるーって360度をって見渡してみたんですけど赤ん坊を連れてるような人がいないんですよでまさか5歳ですけどまあ赤ん坊一人でいるなんてことは思えないわけですよねじゃあ団地のどっかの部屋かなと思うんですけどやたら近いんですよ多分この公園の中で叫んでるんですよね あれと思ってずっと見てみたらその声の方向が分かったんですよねでパッて見るとベンチに座った女性が自分の方を見てるんですようん、うん、で左手で僕自分に向かってこう手を振ってるんです白いこうなんか羽織るようなものを着てなんかワンピースみたいなので長髪、えー、の女性本当にちょっと若めの方がずっとこうニコってこう手を振ってるんですってでこう右手手を置いてで自分も まあ思わず手を振ったんですよでもこの女性のところから赤ん坊の声聞こえるんですよ、うん、でも赤ん坊いないんですよ、うん、子供いないえなんでかなって思ってたらそのこう手を振ってた左手スーッと下げて置いてた右手の裾を掴んだんですよでこう右手出てなかったんですけどスーッてこう出したらここから赤ん坊出てきたんですって、えー でその赤ん坊の顔がもう出てきた瞬間に今よりも2倍ぐらいの声でうんゃーうんやーってこう声がでかくなったんですよねもうめちゃくちゃしわくちゃの顔でここの手というかもう顔がもう泣いてるんですよでそれでも恐ろしくなってうわーってもう逃げて<ー>それからはその人には会うことはなかったけどこんなことがたびたび起こる団地の公園だったんですよねっていう話を聞かせてもらいました うわ,ーうわー何それーえこのそ手のこっから赤ん坊の顔がこうっこうちょっとこう、ね、隠してるというかこうなってるところですーってこうこっからも顔がボンって出てきたんです。えー